この講演会は能登半島地震で被災した子どもたちを支援しようと金沢ロータリークラブが開いたものです。講師として招かれた宇宙飛行士の野口聡一さんはこれまで3度宇宙飛行を経験し、国際宇宙ステーションでは船外活動なども行ってきました。野口さんは参加した能登地区の小中学生などおよそ500人を前に、今夢を実現させるやり方が見えなくても諦めないで続けてほしいとした上で、今は民間企業がビジネスとして宇宙開発を目指す時代になり、宇宙がより身近なものになってきていると語りました。そして子どもたちから野口さんへの質問も。一番好きな食べ物は何ですか？宇宙で食べるラーメンは美味しかったですね、はい。子どもたちは野口さんのエピソードに胸をときめかせているようでした。このイベントは若い世代に人気があるアーバンスポーツを通じてスポーツに触れる機会を増やそうと県が開いたもので、今回で2回目になります。今日は BMX やブレイキンといった5種類の競技で体験会などが行われました。選手らが直接指導してくれる体験会では、多くの親子連れなどが楽しみながらスポーツに触れていました。パークもやったことあるし結構楽しかった。とにかく楽しいです。また会場ではトップレベルのスケーターによるパフォーマンスも行われ、躍動感ある技の数々に参加者たちは見入っていました。このイベントは今後能登方面での実施も予定しているということです。この展示会は800年以上続く牛首紡ぎの伝統や新たな活用方法を知ってもらおうと白山市の西山産業開発が開いたものです。生産量の少なさから幻の紡ぎと呼ばれる牛首紡ぎ、会場には新柄の訪問着や帯、小物などおよそ200点が展示販売されています。また今回は牛首紡ぎを活用したファッションとして元エルメスのデザイナー寺西俊介さんが手掛けるブランドミゼンの作品も展示されています。日本の伝統の要は手技の力っていうか、そういうことをね、改めてちょっと深掘りしていただけたら本当に幸せだなというふうに思っています。この展示販売会は明日まで行われています。被災者生活再建支援法に基づく長期避難世帯に認定されたのは、珠洲市大谷町の4つの地域の合わせて19世帯です。これらの地域では9月の奥能登豪雨により土砂崩れが発生し、今後も危険があるとして先月から避難指示が出されています。対策工事には2年から3年が必要と見込まれていて、今回豪雨では初めての認定となりました。これにより前回の世帯と同じ最大300万円の支援金が支給されます。また元日の地震についても七尾市の3地域21世帯が新たに認定され、これで県内での認定は輪島市や能登町など6つの市や町で合わせて225世帯となりました。事故があったのは七尾市吉田町の市道です。今日午前9時半ごろ、市道を走行していたトラクターが田畑に転落し、男性がトラクターの下敷きになりました。この事故で近くに住む浦部末武さん82歳が肋骨を複数箇所骨折するなどして意識不明の状態で病院へ搬送されました。警察では浦部さんが運転の操作を誤ったとみて詳しい事故の原因を調べています。